どうも皆さんこんにちは、リンクスのりょうです。今回は僕が海外旅行に行くことになったので、海外用の荷物のパッキングを紹介していきたいと思います。飛行機の中に持ち込めるこの手荷物、ちっちゃいバッグと、あとこちら受託荷物となるキャリーケースですね。こちらのパッキング両方行っていきたいと思います。まずはね、こちらのリュックの中、機内持ち込み可能な荷物の方から紹介していきたいと思います。まずこちらですね、ネックピローです。飛行機の中で使えるネックピローになっております。これね、すごいコンパクトサイズで、確かロフトで買ったんですけど、ここに首に巻くやつですね。長時間のフライトでも首が疲れなくて済むというものです。あと乗り継ぎの空港でね、こうなんか長い時間トランジットの時間がある時なんかにも、こう椅子で休むこともできるので、こちら活用させていただいてます。これすごくね、ちっちゃく折りたためるので便利です。で、機内だと枕がね配られる航空会社もあるので、まあ、機内だけだったらいらないかもしれないんですけど、このトランジットにも使えるっていう点ではこちら便利です。はい、次、こちら愛用の一眼レフです。毎度旅行の旅に持って行っております。で、忘れちゃいけないのがこの SD カードですね。僕ちょっとしたね、こう外出で SD カードを忘れることがあるので、最近は予備の SD カードもリュックの中に入れるようにしております。はい、次、こちらお財布ですね。海外に行くときはお財布2つか3つ持っていくようにしております。これが普段使っているお財布なんですけど、こちらのちっちゃいコンパクトサイズの折りたたみのお財布と、まあ、もう1個なんか安いなんか付録とかで付いてきたようなお財布で、3つに分けていこうかなと思います。もう海外はね、スリなんかも多いので、そこを気にしてお財布は分けるといいかなと思います。次、こちらですね。これが海外用の電源タップになってます。これはヨーロッパ用ですね。今回はヨーロッパに行くので、こちらのヨーロッパ用のタップを持っていきます。で、カバンの中にはいつも1個だけ入れておいて、残りはキャリーケースの中に入れておきます。これ機内にいつも持ち込みはしないんですけど、こちらも充電用のこの電源タップになっていて、これは世界中で使えるやつですね。 EU、UK、AUS、オーストラリア、あと US って書いてあって、ここをね押すといろんな国のね、この電源タップが出てくる仕組みになっております。これはね、非常に便利でどこ行っても使えるんで、これは重宝しております。いつもリュックには入れないでキャリーケースの方に入れてしまってます。こちらカメラの充電器ですね。これはもう忘れたらカメラ使えなくなっちゃうんで、これもね忘れないように気をつけてます。定期入れですね、まあ、これは日本だけでしか使わないんですけど、日本で使うためにこちらも入れておきます。大容量のモバイルバッテリー、まあ、海外でね、いろいろお店とか観光地とか検索することが多いので、まあ、携帯よく使うのでね、こちらの充電器を持ち歩くようにしております。こちらも機内持ち込みの荷物の中に入れます。こちら、これがメガネケースになってて、僕コンタクトを利用しているので、まあ、飛行機の中ではコンタクト外しちゃいます。まあ、なんか 7,8 時間とかね、飛行機乗ってると乾燥で目カピカピになっちゃってコンタクト痛くなっちゃうので、もう飛行機に乗ったらすぐメガネにしちゃいます。これはコンビニとかによく売ってるコンタクトのね、1回分の使い切りタイプなんですけど、これをリュックに入れとくことで飛行機の中で外してね、保存しておくことができます。いちいちボトルとか持ち込む必要もないので、これ1回分だけ毎回リュックに入れて飛行機に乗っています。次がこちらですね。このポーチなんですけど、これ100円ショップで購入したポーチになっていて、この中にパスポートが入ってます。予備の SD カードが入ったケースとか、あとね、リュックの中に充電器のコードとか入れておくと絡まっちゃうので、このポーチの中にこういった充電用のコードを 2,3 本入れております。あとこれ電源ね、あ、ここに1個入ってました、電源タップ。で、あと iPhone 用の充電器なんですけど、1本だとちょっと心細いので、100円ショップで買える充電用のコードを1本予備で入れてます。まあ1ヶ月ぐらいでいつも使えなくなっちゃうんですけど、海外用に1本入れておきます。地球の歩き方ガイドマップですね。まあ、これはまあ重いんで、ちょっと行く前にいつも持っていくか持っていかないか迷うんですけど、今回は持っていこうかなと思います。これ結構使えてね、一番見やすいガイドマップかなと思います。
観光情報とか地図もね、いろいろ載ってるんで、まあ間違いないガイドブックだと思います。で、あと、折りたたみ傘。まあ現地ね、いつ雨とか降るかわからないので、一応折りたたみ傘は持っていきます。こちらもリュックの中に入れていきます。これ飛行機の中でね、時々使うことがあるので、入国する時のね、紙も書く必要があるので、ボールペン1、2本必ず入れておきます。12月ということでもう真冬なので現地はね寒いと思うのでこちら手袋を持っていきます。これも持ち込み。そしてこちらお供の iPad さんです。飛行機で映画結構何本か見れると思うんですけど、他にこう Amazon プライムでねダウンロードしておいた映画とかアニメを飛行機の中で見るために iPad 持ち歩いてます。これ結構便利です。アプリとかもできるんで飛行機のね長時間フライトを過ごすことができます。そしてこちらがツアーのねマップです。ツアー情報とかが載ってます。ホテルの予約表だったり日程表なんかも入ってます。あと E チケット控えのね航空券の控えなんかもここに入れておきます。うん、そんなもんかな。機内に持ち込む荷物はこんなもんです。はい、続いてはこちらのキャリーケースに入れる荷物を紹介していきたいと思います。まあこちらはね洋服だったり、まあ、下着類とかそういったかさばるものをこちらに入れていきます。まあ、まずはこちら、はい、圧縮袋で圧縮すでにしてありますが、こちらの洋服ですね。これ今一つしかないんですけど、これ二つ持っていきます。やっぱり圧縮袋を使うとだいぶ荷物がコンパクトになるので圧縮袋はね使うようにしております。 SML で100円ショップに売っているので、こちらまあよかったら100円ショップで購入してみてください。続いてこちらですね。これには下着とか靴下類が入ってます。こうやってまとめることでね、キャリーケース開けた時にもうバーって出てきたり挟まったりしないので、キャリーケースの中にしまう時はこうやって全部荷物まとめちゃってます。で、次、こちらですね。これが、いつも使っているお風呂セットです。まあ、ここにシャンプー類とか、コンタクトの予備とかも入ってます。いろいろ入ってます。いつも持ち歩いてるね、アメニティセットなんですよ。で、このボディタオルとかは、ホテルで使わなかったやつをね、時々もらうことがあるんですけど、それを、海外旅行に持って行って、あちらでもう捨ててしまうというような感じです。使い捨てですね。帰りの荷物を減らすようにしております。で、先ほど紹介したこの下着類なんですけど、この下着類ももうあんまりね履かなくなったようなやつを持って行って、もう帰りには捨ててきてしまいます。そうすることでこう荷物がね減らせるので、キャリーケースの中にお土産なんかも詰めることができます。このポーチが、こちらにはマスクと北海道ですね。まあ冬のヨーロッパ寒いので北海道入れてて、あとはまあ薬類が入っております。まあ風邪薬、総合薬とか、あと痛み止めですね。頭痛持ちだったりするので痛み止めも持ってます。こちらも100円ショップで先ほど購入してきた絆創膏ですね。もうこちらあんまり使う機会ないんだけど、時々怪我しちゃったりするんで絆創膏も持ち歩くようにしておりますね。こうやって指をもう早速怪我したんで、ちっちゃい傷を負うことがあるので絆創膏持ち歩くようにしております。はい、続いてはこちら、これマフラーですね。こちらも防寒具としてマフラーを持っていきたいと思います。まああんま日本とあんまり気温変わんないかもしれないけど、寒いと嫌なんで持っていきます。あとこれ、だいたいホテルにフェイスタオルとバスタオルは置いてあるんですけど、もしなかった時のために一応ちっちゃめのタオル持ってます。で、このタオルも結構使い古したタオルを持っていくようにしてて、まあ、あちらで捨ててもいいように荷物がね帰りかさばらないようにこういったタオルを持っていくようにしています。あとはまあポケットティッシュとかですね。寒暖差アレルギーで鼻水が止まらなくなるので、でティッシュもいっぱい持っていくようにしております。海外用のちっちゃいねこう肩掛けのポーチですね。ここにパスポートとか貴重品を入れて、こう上着で着て隠すっていう感じですね。ここに上着でこう隠れちゃうような感じで、釣りに合わないようにしております。手荷物のリュックの方に釣られてもいいっていうかね、
そういったこう上着とか折りたたみ傘とかそういったものをこうダミーのリュックとして持っております。で前にこの肩掛けのポーチを持っています。まあ、こちら防寒具なんですけど、普段はコロンビアのあったかい、なんて言うんだろう、スノーボードのウェアじゃないです、ないんですけど、そういったようなものを着ていて、こちらはなんかレストランとかね、ちょっとおしゃれなレストランとかもし行きたいなってなった時にこうあんまり浮かないようにちょっとカジュアルめな洋服を持っていこうと思います。私もおしゃれしますからね、おしゃれはしますよということで、今回はこんな感じで機内持ち込みの手荷物と飛行機の自宅手荷物ですね、こちらキャリーケースに入れる荷物のパッキングをしてみました。実はね、もう明日出発なので今から急いでこれ全部詰めていかないといけないんです。はい、こんな感じで海外用のパッキングを紹介してみました。皆さんもね、よかったらぜひ参考にしてみてください。この動画がよかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。熱い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 。